お待たせしました。Thank you.
あの時は確実に楽しい時間帯がすごくあったんでね、まあいろいろこうねばならない的なこうものが頭の中にいっぱいある時っていうのはやっぱりそっちにとらわれてるんで、とらわれてるというか、まあそうしなきゃいけないっていうのがあるんで、なかなか楽しいみたいな気持ちになることはないんですけど、まあそこから先、そこを越えた先っていうのに来れた時はまあ楽しめる時がありますね。ここで発見したテクニックありましたよね。突然乗ってきたみたいな感じの一瞬があって、そこから一気になんか上がりましたよね。そうですね。本当差しになってますね。うん、ちっちゃいの書くかどうしようかと思ってたんですけど、大きいのでもいいですね。どう締めればいいですか。あれスーッといなくなっていいのかな。